僕は占い師ではないので占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。3月10日生まれの方は繊細な心を持ち思慮深く社交的なところがあります。つい人間観察や分析をしてしまいますので物事や人に対して自分の感覚で判断してしまいがちです。自らを周囲に表現していきたいという願望と他人への気遣いや見られ方を気にするあまり心の葛藤が生まれストレスをためがちです。優れた直感力とあふれるバイタリティに恵まれており、それを武器にして専門的な知識や技術を突き詰めていきます。独特な着眼点を持っていますので他の人では思いつかないような面白いアイデアの宝庫の持ち主です。プロ意識が強い完璧主義者ですので、いかなる状況であっても任されたことは最後まで責任を持って行います。しかし心配性な一面があり、不安や不満につきまとわれると慎重になりすぎてしまう向きもあります。学ぶことに貪欲なタイプですので、心理学や文学を勉強することで、こういった面はうまく克服できます。基本的に内向的で、おとなしく、時には引っ込み思案なところもあります。派手に自分をアピールすることはありませんが、生まれ持った不思議な魅力が多くの人たちを引きつけます。人とのコミュニケーションは得意なタイプではありませんが、自分を慕ってくる人に対しては本来持ち合わせている優しさと面倒見の良さを発揮します。相手の役に立てればという思いから、たまに自分の技術や知識を披露して熱弁することもあります。付き合う人を慎重に選ぶタイプではありますが、内向性の高い性格ですので、人付き合いでは疲れてしまうことも多くなります。人から学ぶことも多いのですが、自分一人で過ごす時間をしっかりと確保して、心のバランスを取ることも大切です。普段は控えめで温厚な方なのですが、少々落ち着きがなく、興奮しやすい面もあります。こういった性質は追い詰められたり焦ったりした時に顕著に現れます。ピンチになった時こそ、これまでに研究してきた知識や技術を駆使することで落ち着きを取り戻すことができます。またチャレンジ精神が旺盛でもありますが、あまりにも多くのことに手をつけすぎて中途半端になってしまったり、別のことに興味が移り途中で飽きてしまったりすることもあります。一つ一つ粘り強く取り組んでいくことでクオリティもアップし、さらに完成度が高まります。さらに自分に自信がある時とない時との差がとても激しくなります。人からどう見られるかを気にする面もあり、本来の自分自身をのびのびと出せなくて苦しむこともしばしばあります。本来とても魅力的な方ですので、本当の自分を出したとしても人はついてくるはずです。
精神面のバランスをうまくとって心配性な面を克服することが運気を上昇させる鍵になります。自分自身の新しい可能性を開くことにもつながり、さらに魅力的な人に成長できます。恋愛運。恋愛に意欲的で自分に足りない部分と魅力をしっかりと理解していますので、長所を生かして理想の恋愛をしていくことができます。頼りがいのあるパートナーを選ぶとプライベートも仕事もうまくやっていくことができます。出世した人に惹かれる傾向があり、相手の本質を理解するよりも表面的な地位や見てくれに惑わされることもありますので注意が必要です。自分の知識や技術に高い誇りを持っていますので、その知識や情報を誰かと共有したいと願い、パートナーができれば自分の考えや興味について熱く語ることも多々ありそうです。あまりに温度差が開きすぎて相手が引いてしまうなんてこともありそうです。また普段は周囲の人に対して親切に接する方なのですが、相手が恋人になると礼儀に欠けた態度を取ったり高圧的になったりしてしまうので気をつけてください。親しき仲にも礼儀ありという言葉を心に留めておいてください。仕事運。人間関係において素晴らしい知性と優れた能力を持っている方ですので、仕事はもちろんプライベートでもその潜在能力を生かすことができます。世界情勢に興味がありますので、マスコミや国際企業で能力を発揮することができます。想像力や直感力ともに優れていますので、書くことへの才能はピカイチです。チームを率いてまとめる才能や管理者としての能力に優れていますので、重要なポジションにつくことが多くなります。生まれ持った表現力を生かして演劇に関する職業に情熱と強い意志を持ってチャレンジすれば、ショービジネスの世界でも活躍できます。どのような職業を選択しても指図されることを嫌いますので、目上の人には生意気に映ってしまうこともたびたびあります。あまりに礼儀に欠ける行動をとると対立を生んでしまうため注意してください。基本的にデスクワークが苦手な方ですので、自分の技術を最大の武器とし、外に出て仕事をするセールスエンジニアに適性があります。営業に苦手意識がある場合もありますが、一度やってみるとしっかりと成果を上げることができるはずです。金運。人生の中で身につけてきた学びやスキルを使ってお金を稼ぎたいと思って行動に移せば、確実に稼ぐことができる金運の持ち主です。しかしあまりにも自らのこだわりが強くなり、柔軟な対応ができずにいるとただの頑固者になってしまい、金運も上がってこなくなってしまいますので、時にはこだわりを捨てて思考を柔らかくすることも大切です。もともと真面目な性格で、それはお金に関しても顕著に現れますので、コツコツと貯金することもできます。ただし家庭を持つと家族への愛情が過剰になるあまり散財してしまう可能性もありますので、お金を使う前にしっかりと計画を立てておくことを気をつけてください。以上、3月10日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。